我等六百已经差不多搞一朵。
シンプルな激しいがすごいですよ。ここは真ん中が少ない、真ん中がめっちゃ税金安いからね。税金払って生活してる人が750万人人口なんですけどもね、香港で750万人くらいの人口なんですけども、そのうちに 8% くらいはほら税金、かかる。中身まで見えるか、高級マンションの中身まで見えるかと思いましたら、ほら、後ろ側の方にまーすぐ行ったら、皆さんの左側はですね、香港の金融界です。金融界、もう全部銀行、証券会社、保険会社ばっかりです。で、左側に香港2番目の高層ビルです。88階。
1.19m、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 1.19m
台だけど、まだあの右側の建物、みんな明かりがついてます。金魚環境なので、ずっとやりっぱなしです。やりっぱなしです。あの香港のマーケット終わったら、アメリカ、ヨーロッパもやってるので。今バス走ってるところ、香港通りです。今から海底トンネル取って空路、九龍半島に参りますけれども、メインストリートをレーザーノートで走らせて、途中ですね、一箇所バスストップさせます。メインストリートの夜景の写真、皆さん自由に撮らせますので、メインストリートレーザーノート取ったら、最後にウーマンズマーケット、4人会ですね、向かっていきたいと思いますが、横ですね、オーストラリアオペラハウスっぽいですね、真っ正面の建物、オペラハウスっぽい、ぽいですね。で、この建物が変換式場です。1900、今左前方の話、ちょっと暗くてはっきり見えないけど、ちょっとオペラハウスっぽいな建物があるので、コンベンションセンターと呼ばれていますけれども、現在、中で国際会議センターと展示会に使われています。1997年に中国に返還されましたけれども、この返還の儀式を行ったところ、あそこです。あの時は江沢民、中国から江沢民さんと、イギリスからのプリンスハウス、香港に来ましたけれども、1842年から1990年、あそこ通り過ぎたら海底トンネル入って空路、九龍半島に行きますので、まあ今日の夜景も綺麗だけれども、また今度チャンスあればですね、皆さん12月と1月来たらですね、今周りの建物全部クリスマスとお正月のイルミネーションつけられますので、ものすごく綺麗です。12と1月あ、今真正面の建物の話ですね、変換式の今頭の上のここです。そうですね、真正面の、 あの建物の上に、まあ、いろんな看板が見えますけれども、日本の看板ですね、今よく見たら多分1つ2つしか残ってないんですね、だいぶ減ってきてます。韓国と中国の看板も増えてます。先生の地区も下フィルは出てますけれども、皆さんの左側もここも下フィルが出てます。これ出てます。で、パーフィルではなく、人乗る船でて九龍半島に渡ります。今から海底トンネル入ります。1972年の8月、日本の建築会社ですね、熊谷グムが作った海底トンネルです。もうできて47年です。毎日平均11万8千台これまとってます。ストリートのレーザーノートに行きたいと思います。
ぐるっと回っていきました。そうですね、このコンビニです。サンダーランド。左側のコンビはビクトリアハーバー。皆さん、こっちのことから香港のジェットコースターを体験してみましょう、皆さん。ストリットレイザーロード香港で13代目の総督リスタ・レイザーの名前を借りて名付けられました。レイザーロード全長 4.8 キロくらいです。13地区から始まります。ですからお店の営業時間相当遅いんです。日本でしたら大体、まあ、オランダのトラフィック8時9時遅くて10時で終わるでしょう。メインストリットの店ある店が12時まで。薬屋さんです。昔より道の真ん中で出している看板相当減ってきています。特に古い看板ですね。台風の時に看板もたまり落ちるし、ですから今のあ。この人が兄